23歳、ベトナムの同男です。私はバブル時代を切ってない世代のようですが、高いものでも売れたと聞いています。バブル時代の人たちは安い外国産のものも買う方向に流れたかったのですかそもそも外国産の安いものがなかったのでしょうかえー、愚行ですが、物価が上がった方がいいとは思いつつ、日本の物価が上がったら貧乏人は安い外国産のものに上がれ、国内のものが売れなくなるのかなと思いました。どのように物価を上げていくのが正解ですか医療さんの見解を聞きしたいです。えっと、高いから買うんですよね。 あの、例えばじゃあ、その、えっ、ー、と、エルメスっていう、あの、ファッションブランドの、あの、バーキンっていう名前の、あの、カバンがあるんですけど、あの、バーキンさんっていう人にプレゼントするようで元々作ったらいいんですよね、確か。っていうのがあるんですけど、あれがなぜ買うかっていうと、あの、触ってみて使ってみて便利だから買いましたって人って、多分5%以下で高いから買うんですよ。 物を知らない人って、あの、このカバンってなんでいいのっていうと、高いからいいっていう説明しかできないんですよ。で、見る人も、あの、物を知らないので、高いからいいカバンだっていう風に感じるんですよ。 あの、世の中には安くていいものはあるんですけど、残念ながらあの、物を見る目のない人の方が多数反応で、安くていいものだとすると、そのいいものが理解できないので、安いものとしか見えないですよ。で、悪くて高いものっていうのがあった時に、世の中の人は物の価値がわからない人が多いので、いや、その、悪くて高いものの悪いがわからないですよ。見えないですよ。なので、高いもの。だから、この人は高いものを持ってるから、価値のある人だって思いがちなんですよ。 あの、プラダっていうメーカーがあって、ナイロンのどうでもいいカバンにプラダっていうタグがついてるだけで、10万円とかで売れるんですよ。あれ、ナイロンのカバンなんで大したもんじゃないですよ。まあ、縫製はきちんとしてますけど、まあ、所詮ナイロンなんですよ。でも、じゃあ、ナイロンでプラダっていうタグがついてなかったら、5000円で売られてる、そのあのバッグだと思うんですけど、あれがプラダって書いてあると10万円で売られるんですよ。 ナイロンのバッグを持ってます。プラダのタグを外しましたって言った場合、多分、あ、ただのナイロンバッグなんだ。この人なんでナイロンバッグ持ってるんだろうっていうふうに思われるんですけど、それにプラダっていうタグがついてるだけで、あ、プラダじゃんっていうふうに見られるんですよ。っていうぐらい世の中って、元を見る目がない人が多数派なので、なので、高いものがなぜ売れるのかではなく、高いから買うっていう人がいるので、高いものをわざと作るっていうのがずっと通じてたんですよ。 ただ、あの、バカ向けに、あの、高いだけで意味ないですよっていうと、さすがに、あの、恥ずかしいってなっちゃうので、高い理由はこうなんですっていうのが、あの、なんか、数量限定とか、それ高い理由じゃねんじゃねえって思うんだけど、なんか限定だから高いみたいな。もともと別にだって、100個しか作んないって決めてたら、別にそれで、 100個しか作らないは高くなる理由じゃないんですけど、でもなんか100個しかないから、なぜかじゃあ,あ、の価格50万円ですっていうと、え、なんか、希少性があるから高いのかなみたいなの売れるみたいなのがあったりするので、なので、あの、高くするが目的です。はい、で、その物価がどうやって上がった方がいいかっていうのって、結局その余裕がある人は高くていいものを買うっていうので、ちょっとずつ物価って上がっていくんですよね。なので、その、 人々の生活の余裕があると結果として物価が上がるんですけど、あの、インフレになった方がいいよねって、割とその日本で頭の弱い人が言ってるんですけど、あの、えっと、皆さんがお金を持ってる状態であれば自然にインフレになるんですよ。例えばじゃあその、なんか、100円の回転寿司と、一皿1000円のそれなりに美味しい寿司屋がありますと。 で、金持ってるんだったら別にわざわざ100円の改善寿司行かないよねと。1000円の寿司屋行くよねと。1皿1000円のね。で、結果として、あのじゃあ1000円の1皿1000円の寿司屋の売り上げが増えて、あの寿司の単価っていうのが上がってって、物価が上がるんですよ。で、それはみんなが金持ってるから物価が上がって、結果としてインフレになるんですよ。なので、あの金持っててみんなが幸せだからインフレになってる。なので、インフレになってる国っていうのは経済的にうまくいってることが多い。これ正しいんですよ。 ただ、頭の弱い人たちが言ってるのって、インフレにさえさせれば、日本人が金持ちになるっていう、すごい誤解をしてるんですよ。ただ、今、あの、電気代とかガソリン代とかってちょっと上がってると思うんですけど、で、じゃあ、あの、今、その原油が高くて、あの、円も安くなってるので、ガソリン代が高くなりました。で、ガソリン代が高くなりましたっていう時に、それ日本人得してます お金持ちになってますって言うと、むしろガソリン代が高くなった分だけ、その産油国に払うお金が減って、より貧乏になってるんですよ。でもじゃあガソリン代が高くなったから電気代も高くなって、で、多分そのうち送料も高くなると思うんですよね。あのイギリスとかって今送料高くなってるんですけど、なんで送料が高くなって、あのみんな物を買うのにどんどんお金を払うのが多く払わなきゃいけないようになりましたと。で、その時に、あの、じゃあ日本人の人たち幸せになりましたかっていうと、単に産油国にいっぱいお金払ってるだけなんですよ。でもインフレ 利率ととししては多分 1%1.5% かであの日本中の物価がが上りましたよねっていうので、それでじゃあ日本中お金持ちになりますかっていうと、なりませんって話なんですけど、残念ながらバカな人って、あの、インフラ、インフレにさえなればいいと思っちゃってるんで、あの、なので物価を上げることよりも日本の景気を良くすることの方が重要なんじゃないかなと思うんですけども。